さて、ようやく着いたな。ここがティーゼのおじさんが住んでいる村か。ティーゼ、おじさんの屋敷は村のどこにあるんだい？西の外れですけど、まず私が先に行って先輩たちが一緒だって説明してきます。失礼があっては大変ですし。そんなこと気にしなくていいぞ。いえ、そういうわけにはいきません。すぐ戻ってきますから少し待っていてください。あ、分かったよ。じゃあそこの店でお茶でも飲んでる。いらっしゃい。おやじさん、俺黒茶ね。僕は白露水を。はい、少々お待ちを。さて、ただまったりしているのも時間の無駄だな。でもここから離れるわけにもいかないだろう。ここでもできることはあるさ。事前の情報収集とかな。そうだね。じゃあキリトは漁師さんたちに話を聞いてきたよ。僕はあっちの人に聞いてみるから。わかった。話を聞いたらここでお茶を。こんにちは。この近くの漁師さんですか？そうだが、何か用かね？村の外れに近畿騎士の檻と呼ばれている渓谷があって、最近先に酔った漁師さんがそこへ迷い込んだ時、崖から剣が突き出しているのを見たという話を聞いたのですが、ご存知ですか？確かにこの近くには近畿騎士の檻という谷があって、誰も近づかんが、そんな話は聞いたことがないな。おい、お前は知ってるか？いや、知らんな。ここらでわしら以外に漁師を天職にしているのはタムルだけだが、奴は酒を一滴も飲めんしな。そうですか。何か情報は聞けた？そんな話は聞いたことがないってさ。妙だね。もしかしたらティーゼのおじさんの指示で秘密にしているとか。どうかな。振り切ったみたいだな。あのユージオ先輩、あの女の人たちは何なんですか？それが僕にも分からなくて。でもみんなユージオ先輩のことを水玉の騎士様と、それに女性が知らない男性に抱きつくなんて普通はありえませんし。そう言われても本当に知らないんだ。リーゼ？先輩、
嘘はつかないでください。え、ユージオ先輩はいつも真面目で誠実で、何より人を貶めたり嘘をついたりなんて絶対にしない人で、私はそんな先輩を本当に尊敬しています。なのにティーゼ待って、ユージョ、ティーゼは見失っちゃった。あの様子だと早く見つけて誤解を解いた方がいいぞ。そうだね、村の人にティーゼを見かけたか聞いてみよう。おや、あんたもしかして水玉の騎士じゃ。あ、いや失礼、人違いだね。赤毛の女の子さあ見なかったけど。赤毛の娘なら、なんだか思い詰めた様子でさっきここを歩いていったよ。水玉の騎士知ってるぜ。西帝国首都の貴族の御曹司だろ。修行だか世間勉強だかで西帝国内を巡り歩いているそうだ。水玉の騎士、高貴な生まれだが花持ちならない遊び人と聞くね。ここらへ来ているそうだが、町の娘っ子が騙されなければいいが。水玉の騎士とみんなから呼ばれる貴族様がお近くへ来ていらっしゃるそうです。水玉の騎士。ああ知ってるよ。水玉の騎士は沖崎を探す旅の途中だという噂で、村の若い娘たちが見初めてもらおうと大騒ぎなんだよ。水玉の騎士？もちろん存じておりますわ。お名前はイストーク様。カルブンクルス教のご子息で剣の腕も一流。甘色の髪に青い瞳。そ、あ、水玉の騎士様、もうこの町にいるという噂。確か甘色の髪に青い瞳で。あら、そちらの方、もしや。
女の子？さっきここで騎士の甲冑をつけた人と何か話していたけど、騎士様はそっちのお兄さんに似た感じだったな。さっきまでいたってことは近く…キリト、あそこにいるのって…間違いない、ティーゼだ。隣に甲冑を着たやつもいるしな。急ごう。手を離す？釣れないな。声をかけてきたのは君の方だろ。ティーゼ！ユージョ先輩！一体どうしたんだい？それが、私、先輩と間違えてあの人に声をかけてしまって。あいつが水玉の騎士か。確かにちょっとユージオと似ているな。ほう、君が彼女の言っていたユージオ君か。見たところ貴族ではないようだね。はい、貴族ではありません。心外だな。よりによって君のような下船で見苦しい男と見間違われてしまうとは。見苦しい。あなたなんかより友情先輩の方が何倍も素敵です。下級貴族の娘が言ってくれるじゃないか。上級貴族である私を侮辱したらどうなるか、もちろん分かっているんだろうね。イーストーク様、連れのプレーを謝罪します。どうかお許しください。許せだと？そうだな。ではユージオ君、君も剣士の端くれのようだ。ここは剣の腕前で決めようではないか。剣の立ち合いをするということですか？いかにも。もしも君が私に勝てたなら、彼女の無礼は見逃そう。まあ無理だと思うがね。おい、ユージオ、やめとけ。いや、このままだとティーゼに何をされるかわからないよ。みんなの前で試合ということなら、僕が勝てば向こうも引き下がるしかないだろうし、もし僕が負けそうになったら、俺が飛び込んで奴がひるんだ隙にみんなで逃げ出すか。そう、今回は剣士の誇りなんて言ってる場合じゃないからね。先輩。大丈夫、僕らに任せて。何をこそこそやっている。やるのかやらないのか。いいでしょう、お受けします。よろしい、ならば抜きたまえ。ここで試合を始めよう。用意はいいかな、ユージオ君。はい、いつでもどうぞ。体の具合がおかしい。
もう勝負はつきました。どうか引いてください。やったな、ユージオ。はあ、なんとかね。ユージオ先輩、ごめんなさい。私、先輩に失礼なことを。平気だよ。気にしないで。水玉の騎士も、公衆の面前であれだけはっきりと負けたんだ。もう俺たちに手出しはしてこないだろう。だといいけど。そうだ、ティーゼに漁師が言ってたことを確認してもらおうよ。そうだな、村に戻りながら話せよ。というわけで、人気を見たタムルという漁師は酒が飲めないって言うんだよ。
おじさまが嘘をついているのでしょうか。どうだろう、そもそも嘘をつく理由がないし。ティーゼ、君のおじさんってどんな人だい。真面目ですが少し気が小さくて、悪いことを企むような人ではないです。そうか、単純にあの漁師たちが知らなかっただけかもしれないな。これからおじさまの家へ案内しますので、よければ直接聞いてみてください。さすがにそれは失礼だな。まあまあ実際に金鬼騎士の檻へ行ってみればわかるか。人気か、いいことを聞いた。